皆さんこんにちは、ケンです。タミです。はい、今日から新企画を発表いたします。はい、折りたたみ自転車旅、略して折りたたみ、こちらがですね、どういうコンセプトかというと、走ることを目的としない、はい、はい、この折りたたみ自転車を使って車なり、公共交通機関を使ってさまざまな場所に行って観光する、で疲れたらもう帰るっていうのが折りたびです。はい、折りたびです。はい、第1弾ということで、まあまだね、ちょっと今コロナがね増えつつあるので近場にしときました。うん、今日来たとこはここ名鉄の神宮前駅、知ってる方も多いと思うんですけど、愛知県といったら熱田神宮っていうところがあるんですけど、そこが非常に有名なんですね。有名です、ね、はい、私も長いこと愛知県の時に愛知県に住んでたんですけど、実は熱田神宮行ったことなくて、行ってみたいなと思って、まあ、熱田神宮っていうとちょっと大人にならないと観光する場所がないって言いますか、まあ、なんでかっていうと、熱田神宮近くには実はひつまぶしが有名なお店とかがあります。なので今日は、まあ、大人になったんでね熱田神宮で、まあ、ちょっとね、あの厄払いとかもあるんで、そうなんです、はい、厄払いが第一目的なんだけど、一番のメインイベントが私の厄払い、はい、いや僕の一番の目的はひつまぶしを食べに行く。やったということで、今日はそれぞれの利害関係が一致したわけね。そうです。今日は神宮前駅からスタートして、はい、折り旅第1回開催ということでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ行きましょう。はい、折り旅。清め餅ってさっきからずっと出てきてるから、目の前にも今あるね。そうね、熱田神宮の前に清め餅を食べたいと思います。はい、まだ折り旅始まって1回も漕がずに休憩休憩休憩。来ましたね。うん、これが清め餅。清め餅1人前でこれです。紅白ですごい縁起が良さそう。300円。うん、とモーニングね。モーニングいただきます。まずはね、走る前に吐きで清め餅食べてみて。うん、うん、普通にお餅だよ。なんかあんこが多い餅。そうね、あんこしっかり詰まってて、皮が羽二重餅に近い感じ。ああ、福井名物羽二重餅に近い、うん、に近い感じ。伝わらんだろう、これ福井県出身だよ。とにかく熱田神宮来たら、なんかこの清め餅推しなんですよね、うん、あの看板とかが。なので店舗も結構2店舗ぐらいあるっぽいので、お土産とかにいいかもしれないです。ここは喫茶店があるとこですね、店舗に来てます。うまい。あのね、こしあん、こしあんがね、もう何、もう残りがない、もう滑らか。ポイントやね。あの粒あんダメなんですよ。粒あんま好きじゃなくて、もう本当に滑らかで、一切なんかその残り、皮残りとかそういうのもないし、めちゃくちゃ甘い。っていうように、まあ、福井の羽二重餅に似てる外側で、もうあんこメインだね、これ。あのお茶とかに合いそう。もう浄化されてる。おりたび。なんか商店街的な感じやな。商店街。ここ自転車乗っていいみたい。ここ。絶対サドル低いでしょ。今日はこれぐらいがいい。今日はこれぐらいがいい。うわー、めっちゃいい。これこのハンドルめっちゃいいっすよ。やば。
焼きたてメロンパンあるって、めっちゃ食いて。神戸の、いやー、うなぎでもな、今ちょっとモーニング食ったばっかだからな、うん、余裕あったら食おう。あかんやろ、熱田神宮でメロンパン食ったら。神戸やで。あ、だから今日別にね、神宮前駅ゴールじゃなくてもいいんですよ、うん、どっか違う駅でもいいし。あ、メダカいる。メダカの学校やって。メダカの学校、ちょっとメダカ取ろう。あ、すげえ、いるいる、メダカいるよ。どこ？そこにいる。ほんまや、めっちゃいる。メダカの学校、あ、高いね、はい、イメダカやって、すごいかわいい。結構いるんすよ。うん、いっぱい、本当に全面にいるよ、ね。メダカって綺麗なところが住めないっていうよね。癒しの旅だね。気まぐれなんで。うん、まだ走って1キロ走ないけど。これが折りたびの極意。極意。次行こう。そう、もう超カジュアルでした。うん。何なんそれ。あ、行こう。このハンドルめっちゃやって。そうなん？なんかすごい横に出てるんだけど。うん。そんな長時間ライドせんのにな。入れちゃダメとは書いてない。ああ、そういうこと。西門だね。今西門にいます。で、広いね、やっぱ神宮だから。正門まで歩こうか、せっかくやし。うん、自転車を押して歩いてください。折り旅、あの木ご利益ありそう。ご神木。オークス、オークス。でかい。ここもおしゃれだね。カフェやで。神宮にカフェあるとは思わなかったね。中にね、しかも。稲もカフェやって。ウェディングとか。うーん、わあ、ここ。ここも良かったな。次来るときはここだな。清め餅も食べれるって。うーん、あ、でも結婚式とかあるときは休業なんやって。だから運が良くないと入れない。そうだね。けど洋菓子セットってある。チョコブラウニー。洋菓子もあるのが気になった、ね。じゃ、何より雰囲気いいし、もう待ってくれてるやん。うん、すごいね。なんかもう立ってるよ。うん、ここ来たかったな。次回ね。次回ここで。うん、今熱田神宮内にまだいるんですけど、本宮のところ、本宮のところは、うん、自転車の持ち込みはしない方がいいです。うん、はい。押して入ってもいいのは、まあその西門とか。うん、南門とかまでの通り道は押して OK なんだけど、本宮は迷惑かかるんでやめた方がいいです。
で聞いたところ駐輪場あるそうなんですね、うん、なのであのもし観光来られる際自転車で、うんうん、そこに停めて観光した方がいいと思います。はい、10分ぐらいで終わったね、うん、でもよかった、すっきりした。なんかすっきりした、うん、なんか俺も払われた感じがする。厄年って知らんくてさ、うん、女性多いんだよね。数え年のことはなんか、あ、数え年が知らんかったんかな。なんかまだ先やと思ってたらいつの間にか今年やって、うん、まあね、せっかくならね、まあ、一番大きいところでやらないね、愛知県、うん、でこれおまじないなの。あ、そうなの。長いものを巻くといいんだって。あと虹色の、あ、七色、うん、7色のものを持つといいんだって。で、実家の母親にもらった。なんかいいことなかったやん。そう、去年が麻薬やったよね、うん、今年最悪だから、はあ、これでいいこと起きるよう願って。そうですね、熱田神お願いしました。お参りしました。いいことや、うん、降り旅ここです、うん、撮影交渉よろしく、うん、皆様お願いします。オープンしてからすごい混んでますね。そうですね、いつも混んでますか。あの今日、昨日、今日が本店の方がお休みになりまして、はいはいはい、少しその影響であのちょっと混み合ってますね。はい、おすすめは何でしょう。おすすめは、よいしょ、少しだけ失礼いたしますね。当店のおすすめいたしましては、こちらのひつまぶしでございます、はい、あと単品料理ですと、皆さん肝焼きを召し上がることが多いです。はい、肝焼きも食べたい。いや、いいよ、ひつまぶし2つね、はい、ひつまぶしはお2つで、以上でよろしいですか、はい、ありがとうございます、失礼いたします。4分の1をお茶碗に襲っていただいて、初めの1杯目は何もかけずにそのままの味をお楽しみください。2杯目はお薬味をかけて、3杯目はお薬味とお出汁をかけてお茶漬けにしてお召し上がりください。最後の4杯目はお客様が一番美味しかった食べ方でお召し上がりください。なるほど。また何かございましたらお声掛けください。伝票こちらに失礼いたします。おゆっくりどうぞ。が正しい食べ方なんだ。ね、知ってるんだけど。あ、そうなの。私初めて知った。薬味とかで食べるんだけど、ちょっと少しね、熱いよ。食べましょう。こんな感じで。おいしい。香ばしくて。パリパリみたいな。ああ、パリパリふわみたいな感じのタイプ。そうそう、うん、なるほどね。味しっかりついてそうだね、確かに。ご飯にもしっかり、うん、なんか白い部分が少ない。どこ食べても美味しい。なるほどね。いい食レポですね。じゃあ、私も食べて、うん、
ひらがなで漢方ですよね。おりたび。ここ自転車 OK。 うん、天馬町駅から熱田神宮まですぐです。はい、てなわけで神宮前駅に到着しました。実はね、距離測ってて、まだサイコンつけてないんだけど、距離はここで距離は2.75キロ。1キロぐらい歩いてんじゃね。通勤ぐらいやな。なんか折り旅第1回これにて終了でございます。よかったらね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。この企画は半永久的に続きます。ではまた次はどこへ行こう、折り旅、違う、なんかそういうのも考えたいね。ご視聴ありがとうございました。